プラスチック製の道具箱の一種道具箱とは、ある作業を行うのに必要な道具類をひとまとめにして収納する持ち運びできる大きさの箱である。日本語では特に大工道具を収める箱を指して言う。また、特に学童が学用品を収める箱のことを指して言う。場合は、窃盗時のをつけて、お道具箱という。一部の地方で机の中のことをお道具箱という。のこぎり。 んが、ヤスリ、のみ、水、玄能、木土、墨つぼ、指のりなどを収める。最近では、プラスチック製で内部に水が侵入しない構造の箱を使うものが多いが、かつての大工は自分の道具を持ち運ぶために自作していた。江戸時代の絵には、大工が仕事をする際にむしろを広げた上に道具箱を置いている様子が描かれている。また、 腕のいい大工は道具を大事にすることから、大工の腕の良し悪しを見抜くには、道具箱を見よと言い,い、いい加減な大工は、道具箱を作らずかます袋に道具を入れることから、秋田県の方言では、腕の悪い大工を指して、かまし、かまし出具という。小学2年生の教室。お揃いの水色のお道具箱が、奥のロッカーにひとまとめに収められている。幼稚園児や、 小学生が学用品を納める箱を特に窃盗時のおを付けてお道具箱という。お道具箱にはハサミ、糊、クレヨン、色鉛筆など学用品の内常用しない文房具類を主として納める。お道具箱は通常机やロッカーの中にしまっておき、これらの学用品が必要になった場合に取り出す。なお学用品の内鉛筆、消しゴム、定規、 ペンなど筆記に常用する文房具は筆箱に収め傾向しお道具箱には入れない。日本の小学校では学校での一括購入により全員がお揃いのお道具箱を使用することが多い。広く一般に行われる作業の道具箱には特定の名称がある。それらの用途に機能を特化した箱が市販されており、空の状態であっても特定名称で呼ばれる。また、 基礎的な作業に必要な道具類込みで市販されているものもあり初めて道具類を整える場合などに重宝されている便利な情報を集めて収めてあることを道具箱に見立てて書籍や記事の題名などに使用される場合がある秋田のことは秋田県教育委員会編無名者出版初版第一冊2000年10月31日 P266 鎌市の高参賞、ありがとうございます。